霜降り牛肉牛肉の部位名称霜降り肉は、食肉の内脂肪が筋肉の間に細かく網の目のように入っているもので、ある。主に牛肉について用いられる語であるが、豚肉や馬肉に対しても用いられることがある。筋肉の間に入った脂肪は、サシと呼ばれており、それが細かいほど上質とされている。肩ロースやサーロインなどの鮮肉が霜降りになりやすい。 脂肪の多い肉は、好みが分かれるものの、マグロのトロなどと、同様、高付加価値商品として販売される。赤肉に脂肪を注入して、人工的に作り出す機会もあり、このような加工を行った馬肉を、霜降り肉として販売したことが不当計品類及び、不当表示防止法違反とみなされ、公正取引委員会により排除命令が発せられた、こともある。 どのような食肉について、霜降り肉の表示をして良いかについては、特に定められた表示の基準があるわけではない。牛肉の霜降りの度合いは、一般に、脂肪交雑で表される。BMS はナンバーワンから12までの12段階があり、数字が大きいほど霜降りの度合いが高い。BMS と、肉質等級の対応関係は、以下の通りである。霜降り肉にするためには、 そもそも刺しの入りやすい牛の遺伝的選抜が行われるということもあるが、使用方法に特徴と動物愛護上の問題がある。放牧をさせてしまうと筋肉が発達して霜降りになりにくいため放牧は行われず、牛舎に収容し牛本来の食べ物である牧草ではなく穀物飼料が多給される。筋肉に刺しを入れるという通常ではない状態を作り出すために、 脂肪細胞の増殖を抑える働きがある、ビタミン A の給与制限が行われるが、これにより牛の健康上の弊害が起こる。ビタミン A の制限に失敗した時の失明、野毛症、関節炎、食欲喪失、ズルの発生などである。顕著な欠乏症状が現れなくても、目や歩行に異常が現れたり、紐に艶がなかったり、食欲が低下するなどの症状が現れる。 ありがとうございます。